今日は、曲弾きの範囲、歌付けと曲弾きって何が違うんですかっていうふうに聞かれることも多いので、ちょっと喋っていきたいと思います。まずね、歌付けなんですけど、まあ、津軽三味線、津軽民謡って言っても、日本民謡の中のこう一ジャンルなんですよね。で、日本民謡って、まあ、民謡ってことはまあ歌があるわけですよ。で、その歌の伴奏です。平たく言うと。歌付けイコール、歌の伴奏。でそこにこう太鼓が入ったりとか、鈴がこう入ったりとか、まあ、鐘とか尺八とか篠笛とかいろいろある中で、三味線の、まあ、伴奏があると。だから歌付けをやりましょうって言ったら歌い手さんがいて、まあ、津軽の場合だとまあ大体太鼓がいて、三味線で歌の伴奏をしてあげるっていうことになります。で一方で、曲弾きっていうのは、まあ、これも平たく言うとね独奏です。なんかね、Google 辞書とかで弾くと、三味線琴などが、非常な速さで弾くこととかっていうふうにあるんですけど、大体この津軽民謡でこう一人で弾かれるっていうのは、五大民謡って、ジョンガラ節、よされ節、アイヤ節、オハラ節、三下がりとか、まあっていうのはこうよく、弾かれてですね、まあプロになると、まあ、津軽音頭とか、こう、やさぶろう節とか、まあ、リンゴ節とか、まあ他のこう津軽民謡であったり、あるいはこう、秋田二方節みたいなとかも、こう津軽三味線、一丁でこう成立するようにちょっとこうフレーズを変えたりとか、まあ、曲弾きをこうアレンジして弾いたりします。で曲弾きっていうのも平たく言うと独奏っていうふうに言ったんですけど、まあ、例えばそのポップスとかああいったものを一人で弾いたところで曲弾きっていうふうには言わないですね。やっぱり、まあ、主に津軽民謡をこう一人で弾くときに、曲弾きって言われることが多いかなと思います。で一方で、まあ、たまにその歌付けのまあ、歌のフレーズですよね。歌付けのフレーズをこう一人で歌なしで弾くこともあるんですけど、まあ、それってどうなんだろうな。なんか曲弾きって感じはしないですね。なんか歌付けの手を一人で弾いたみたいな感じで、だからそれ厳密に言うとその独奏イコール曲弾きじゃないかなっていう感じはしますね。で、まあ、ちょっと脱線すると、まあ、前弾きっていうのもあるわけですよ。で昔はだからその歌付けとか曲弾きとか前弾きとかその辺の区分がちょっと曖昧だったような気がしてるんですけど、なんかね、僕の中ではその曲弾き用の独奏っていうのとその前弾きを歌付けの前のその前奏としてのその前弾きの独奏独奏っていうのがやっぱりちょっとフレージングとかも違うんですよね。その歌付けがあっての前奏の時にその曲弾きっぽい手を弾くとちょっとこれから歌うのにどうかなって思ったりすることがあるわけですよ。なんとなくその前奏は前奏で曲弾きは曲弾きで歌付けの歌のフレーズをこうしっかり覚えるっていうこの3つはちゃんとこう分けて、まあ中にはもちろんその共通して使えるものもあるんですけど、なんとなく雰囲気はやっぱりこう変えていったりとかした方が本格派な感じがするんですよね。でもその前奏っていうのはこう尺その長さ、まあ、何分弾くのか30秒なのか1分なのか3分なのかっていうのにもまあよるんですけど、曲弾きっていうのはやっぱなんとなくこう大会で弾かれてるようなもう一人でもずっと完結するようなやつで、前弾きっていうのは、ちょっとこう歌付けの中のこうフレーズを匂わすような感じの、まあ、曲弾きから比べるとちょっと地味めにこう作っておくで、いつでもこう1分だろうが3分だろうがいつでも終われるようにしておくと。で歌付けは歌の中でもこうフレーズがこう決まってるのでちゃんとこう歌に沿った、フレージングをしていくっていう風な、感じになります。といったところで、歌付けと、曲弾きあとそれから、前弾きの、違いを説明しました。皆さんも、どっちもチャレンジしてみてください。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでいるという方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。